はい、レールの笹川です、えーと。今やってることをコンピュータ絡みの、えー、ちょっとご紹介で動画を作りました。えーとね、またあのリスプやってるんですよ。えー、それもあの C 言語で以前作ってた、えー、と IS リスプ。 イージーアイスリスプのあのあなんですけども最近ね、もうとんとご無沙汰してましてね、えー、とエリクサーの方であの楽しんでたんですけども、えー、ひょんなことからまた今こっちの方に取り掛かっています、えー、ひょんなことっていうのはあの先日あのリスプ1.5エリクサーで作ったやつですねあれをねあのレデ,ィティレディット リスのの方にもあの投稿紹介をしてたんです、えー、結構興味を持っていただいたみたいで、うんとあ19ポイントもついてるのか、あの結構面白がってくれたんですね。えー、で、その中でですねうんと、1人コメントいただいてね、<laughs> 面白いんだこの人、えー、日本語を書いてナイスジョおけ。おー hey aren't you t h e a s r of e s l i s p お疲れ様でした。ってここ日本語になってんだね <laughs> えそれであ、そうだよって、Thank you、Yes, I am the author of EasyEyesLisp、uh,。僕ですっていうふうふなことで答えてましたらね。ここ,こ,こから、<laughs> 面白い。I d like to package EasyEyesLisp for Arch Linux AUR as I did with OpenLisp, but there doesn't seem to be any releases. どのよう e プッシング・ステイブル・リリース・オ g ア・リース・タギング・スペシフィック・コミット・ソー・アイ・カン・ベース・ザ・パッケージ・オン・イッツ。あの、えっと、イザーザ・イス・リスプをですね、アーチ・リナックスの AUR というのに、えー、パッケージしてくれるっていうんですよね。それもあの絵、えー、ですよ、あの先駆者・パイオニアのオープン・リスプ、ジュリアンさんのやつですよね。 えー、あれも考えてるということで,で。ところでそ g i ッ h ハブに、えー、とリリースがないんだけれどもあ安定版のリリースをプッシュしてくないかねっていうふうなそんなことなんですね。で、あの私、I'm preparing for release, please wait, ちょっと待ってということで今お返事をしているところです。えっ、ー、とね、アアーチリナックスってね、コンピューー にに詳しい人に聞いいたたみたいなんですがあ聞かないんだけど、この Linux のアーチって何だろうかなと思って、えー、詳しい方にお尋ねしたら、その方もねあんまりご存じないってで、ね、相当マイナーなあの Linux ディストリビューションみたいですね。えーで あのでもね、せっかくそんな風なことで、あの、乗っけていただけるっていうのは大変光栄なことなもんですから、えー、それであの最初の話で、いザーエルス,イスー・リスもう一回い,いじり直してんですよ。えー、っとね、結構 <laughs>。 結構、まだバグがあるんだな。あのー、当時はね、えー、まあ、それなりにあの適合性のテストもしてね、やったはずだったんです。その後、どっぷりとね、あのー、高速化のうに取り組んだんですよ。えっ、ー、とー、なんだっけ、片推論か。片推論取り組んだりして、高速化の方を達成するのに一生懸命で、えー、適合テストね、結構バグって あの適合してないようなやつを残しちゃったんですね。で今、慌ててやってるんですけれども、例えばこれ、コンバートっていうあのシンタックスの特殊形式のですね、えー、っと適合性テストです。これね、もともと、あれです、置き電気の方々があの作ったものをあのデータとして利用させていただいてます。あの大き i s リス s ですね。 あのゴミ先生たちのグループが作ったあれにですね、あの適合性あ検査のテストだった、検査だったかな適合性検査っていうツールが付属していてで、あれはね、ものすごく厳密にあのいろいろテストが放り込んであるもんですからあれ通るぐらいならばもう完璧にあのアイスリスプ適合だと思うんですえー、あれがね、だってあれですもん大きいアイスリスプってあのー 先駆的な意味合いもあったんですよ、えー、多分 <laughs> えと、あのー、もともと日本発で伊藤先生の発案が元になって、アイスをリスプとして採用されたんですけれども、普及するにあたってはとにかくその、動く、うん、しっかりした処理系がなきゃいけないということで、大きいアイスリスプっていうのが作れたみたいですね。でやっぱりそれがのお手本になるわけですで、あので、ー、かっちり、えっ、ー、とー、 あの企画に準拠する、えー、っていうふうなことのようですね。えっ、ー、となんかゴミ先生ですよねあの有名なあの湯浅先生なんかともやり取りしてみたいなんですよ。こあの微妙なねその企画解釈があるようなところはあのどういうふうなことなのかグループの中でこう打ち合わせしながらできたものらしいんですけどまあすいませんそれは油断ですけれども、えー、要はですね今あの遅ればせながらもう一回ちょっとあの えー、適合性の検査やり直してバグを潰しているところです、まあ、あの実用問題ないようなバグばっかりなんですけども、えー、やっぱこの際ちゃんとやっとかないとねっていうふうなことなんです何たって一応はねあのリナックスの AUR に乗っちゃうわけですからあんまりいい加減にしておくわけにもいかないもんですんで、えー、そんなことでもうちょっと頑張ってあのリリースまで持っていきたいなと思っていますリリースではですねえー、っと あれですあの、OPL、OPROG ロロですけどもえ、これもうね、<laughs> あの、お手上げ、お手上げというか、あの脱出します、脱出しますえ。やっぱりね、リリースをしたんです。あ、これどこいった o p ロログえっ、ー、と、オープログこれだ。o プロ o グに関してはね、 もう去年、一昨年か、一,一昨年一1年ぐらいもどっぷりこう,うのを ISO プロログスタンダードに準拠させるってことでやってたんですけども、えー、このねまね、まあ、ちょうどいい機会なんで、こっちもリリースをして、えー、それでこれがもう最後のバージョンですってことですね。えー、とこリリースの,あの<う>文章で、I released version 1.72 Uh, development of o p l r o will end with this release. I hate the、uh, meaningless complexity of the ISO p r o Standard. I'm developing a new simple p r o in Eriksa というわけなんです。もうね、嫌だ。<laughs> あの、お、あ、O じゃない。ISO p r o Standard あの。 意味のある、ね、複雑性とか合理性あってそう,そうしなきゃいけないっていうものだったら取り組み合いがあるんですけれどもあれ設計ミスでしょ <laughs> 言,うと言うと怒られるなあいの人たちに。と私は個人的に思ってますけどねごめんなさいあの本当もう怒りがこみ上げてくるんだけどそこへ来てあのまあバースさんも悪い人じゃないんだけどあのフリーの研究者のねバースさんって人が。 えーといろいろねあの椅子くれるんですけどね <laughs> こんなところまでいるんですかねみたいなねのがあってねでそれもそのあこれいろいろ椅子ありますけどもねあんまり建設的な感じしないんですよあの細かしい揚げ足取りみたいなものとかねこんなのができてどうすんのみたいなのがねたっぷり寄せられて。<laughs> あの私ね、期待したのはあのー、研究者の方だ、スイスの方なんですって、研究者の方で、期待したのは、もっと理論的に SLD リゾルューションのことですとか、あーハーブランド領域だとか、そのプロログのっ、えー、と元になった理論的なところについて、いろいろ教われればいいなと思って、あのー、期待しながら、それなりに敬意を持って、えー、やり取りをしたんですけれども、バースさんもあの、実装のことしか頭ないみたいなのね。 であのそれもそのあんまり建設的ないほ,ほんと重爆の隅を突くみたいなのばっかしやってるんでもういいわっていう感じでねもうあのかからないことにしましたしねでもう,もう本当につくづく ISO プロログはもうええわっていう感じでね。 えー、このリリースをもって、えー、開発終了といたしました。えー、すいません。ちょっと言い過ぎたか。ごめんなさい。本当に嫌だったんだ、俺。えーまあ、そんなことでですね、えっ、ー、と、ISO、リスプの方はあの非常に気に入ってるもんですんで、あの今、あ,あです。えー、もう一回。 ちゃんとナフトコは直して、もう一回テストをやってですね、えー、これをもってバージョン1としてあのリリースしようと思っております。はい、そんなことで、えー、またお会いしましょう。それでは。